大下うだる聖志郎懺悔録1今窓の外には2人の患者が歩いている1人は東第二病棟に向かって歩きつつ厳かなる態度で天の一方を睨んでいる 彼は創発性地方症患者で、その頭の中には常に神が天の一角にあるという幻覚を抱き、これを撃退しようと試みているのだ。他の一人はアルコール慢性中毒から来た短毛症とのことであるが、頭に妙な格好の金網をかぶり、再現もなく庭の中をぐるぐると回っている。宇宙に充満する悪性電子ともいうものがあり、 それが彼の脳髄を刺激すると考えているのだ私は今星風天病院の一室にいるのである私の姓が星であるので諸君は私を風天病院の院長だなどとあるいはそのように誤解するかもしれないが私は院長ではない院長たる兄星正郎のために 精神病患者としてこの一室に閉じ込められたのだ。鉄格子厳重なる、そうか張りの病室である。脱出はもちろん自殺することもできない。私は全く、狂人として待遇されているのだ。何故こんなことになったのか、それは詳しい説明が必要である。が、できるだけ簡単に言っておく。 私が妻の星聖子を殺害したと告白したのだ。すると世間からも兄からも狂人と思われ、そして兄の病院へ押し込められたのだ。兄マ郎はしばしば私に向かって次のと男言う。お前は気狂いだ。だからお前は自分の気狂いなどを自覚しない。 諸君は兄のこの言葉のうちに大いなる不合理を発見するに違いない。この言葉の裏にある意味を私は決して見逃し得ないのだ。気狂いにはなるほど自分の気狂いなのがわからぬであろう。しかし自分の気狂いを自覚しないからといってそれが直ちに気狂いの証拠にはならぬのだ。それが成り立つとすれば人間は全部狂人だということになる。 私は、私が常人であるということを言い張れば言い張るほど私をますます気狂いにしてしまうところの兄正郎の心理をこそ今や怪しまねばならぬ。兄こそ狂人ではあるまいか。あるいはまた、私が告白せる罪を兄が骨肉の情をもってかばうためにことさら私を狂人たらしめたとすれば、 それは全くありがた迷惑のことである。兄の説によれば、私は欲うつ症妄想郷と発達症妄想郷との両面を兼ね備えた患者であり、その主として抱くところの妄想は在合妄想とのことであるが、私はいたずらにそうした妄想を抱くものではない。犯さざる罪におびゆるごとき、それほど虚弱なる精神を持つものではない。 私はこの残悔録によって、院長の診断を全く覆いし得るものと信ずる。諸君は私が狂人であるか否か、従ってまた私の告白が真であるか否か、必ずそれを看破してくれるであろう。この残悔録の発表を私に誓ってくれたのは、私のある友人である。 その友人の行為を無にせざるべく、私は院長、看護師等の目を盗みつつ、この残悔録を書く。いかなる方法によって発表されるか。それは、一切私の感せざるところだ。二。私が成子を殺害した動機は、 簡簡単単に言えば至極簡単だ。私は聖子が大嫌いだったその他には格別の理由がない私は極端なるエゴイストだったのだが聖子ほど呪うべき存在もなかった少なくとも当時はそう思った嫌うものといえばそれは人によって皆な異なる生物について言えば ある人は毛虫を華だしく嫌う。ある人は蛇を、ある人はミ,ミズを、それぞれ他の人の想像も及ばぬほど嫌うものなのだ。私は幼少からナメクジが大の嫌いであった。ナメクジという虫の気味悪さをおそらく私ほどよく知っているものはまたとあるまい。あの生物の習性を研究し、そうした気味悪さに何の理由もないことを知っても、 その漢字は全く独自のものである。こうしたことは、その漢字を持たぬ人にはいかに説明してもわからぬものだが、あの生物の持つ不思議な容器と光沢とは常に私をぞっとさせる。そしてその漢字を、私は聖子から絶えず感じさせられた。結婚前の見合いにおいて、 私は聖子を一目見た瞬間続々と身を震わした家運挽回のためにどうしても承諾せねばならなかった結婚とはいえ私は最初からそれを誤ったのだしかも理由のない嫌気と恐怖とであるだけに私は見合いの席で感じたその恐怖をまさか聖子から感受したとはほとんど知らなかったのだ かくして結婚した私はこのいわれのない恐怖以外にこれこそ諸君にも相当理解されそうな彼女を忌み嫌うべき他の原因をも発見した聖子が近代まれない定女型の女であったということがそれである無論私はそれを皮肉な言い方にしたのだが彼女はあまりにマメマメしすぎた そのまめしさが、類なき豆めしさが、私をして彼女をいとわしめたのだ。私に言わせれば、彼女は谷のようにしつこかった。やむを得ざる場合を除いて、聖子は瞬間たりとも私のそばを離れなかった。いかなる場所へでも、あるいはそれが講演会であろうが、宴会であろうが、 彼女は必ず私をその席まで送り届けた。会が終わって外へ出れば、私は必ず私を迎えに来ている彼女の姿を発見した。なめくじのごとく嫌っていた彼女のそうした定説ぶりが、どんなに私を舐えましたか。おそらく諸君は了解してくれるだろう。が、それは決してそればかりではなかったのだ。 家庭にあっても彼女は極端にまめしかった。彼女は私の身支度を始めから終わりまで、それを彼女の手一つで行わなければ承知しなかった。許さなければ私の読書や施策を全然妨げるまでに狂乱した。結婚以来、私は私の体を自分で洗ったことがない。 彼女は私の体のあらゆる部分を知り尽くしていた。彼女を避けるために私はしばしば一人きりで旅行を楽しもうとしたが、それにも私は失敗した。彼女が持ってきた莫大な富と彼女の里の勢力等を利用して、その富が私をして自由に主樹の物好きな計画を立てさせ、 また兄マサロウにはこの風天病院を与えたのだが私のために数名の尾行者を用意しておいたいかなる遍避な田舎へ行ってもどんなに奥まった宿の一室に隠れても多くて2時間ほどの後には私は彼女の姿を見いださねばならなかった諸君にはそれが信じられぬかもしれぬがそれは少しも誇張した事実ではない 私には到底耐えられることではなかった。結婚して翌日より私は彼女を嫌い始め、一ヶ月にして離婚を思い立った。が、もちろん彼女は承知しなかった。定説であるという世間の評判も意地悪く彼女に味方した。この病院新築中であった兄は離婚を思いとどまるように懇願した。 言うのを忘れたが、彼女によってあらゆる窮地から出した父も、そのことを知り添け、私にまた愛願した。一年間、私はあらゆる努力で離婚を主張したが、ついにそれは諦めるより仕方がなかった。挙句の果てに、私は、成子を人知れず殺害しようと、固く固く決心したのである。 こうした殺害の動機を諸君はおそらく非難するであろう。私もまた非難の価値があると思う。が、非難されても私は構わないのだ。残悔録と題した以上、私は決して自分をよりよく見せようとは思わない。甘んじて非難され、そして、刑罰を受けようと思うのだ。 で、大正末年12月10日のこと、私はある会合よりの木と聖子に向かって行ったのである。おばさんの見舞いに MC へ向かう。お前も行くだろうね。そして、その夜の11時頃、私たちは愛駅から MC 行き列車に乗り込むことになったのだ。 3断っておかねばならないが私は聖子を殺すについてかなりの苦心をしたものである毒殺考殺もしくは過失死に見せかける殺人法その他種々の方法を私は綿密に比較し検討した手に入れうる限りの犯罪記録と検察もめいた随筆と呼んだ そしてその結果、反責の最も完全なる隠蔽は、犯罪がどこにも起こらなかったごとく見せかけることであり、殺人罪においては、死体の完全なる隠匿が、それとほぼ同等の効果を持つ、という基地自明の定理を発見したのである。死体の隠匿が完全である限り、犯罪は容易には発覚することがない。 聖子がその姿を地球上に召しても、それは単なる行方不明と思われるだろう。妻の行方不明に対して、その夫が罪を負う言われがない。現状不在証明を作為したり、あるいはその他の方法によって私が犯人でないことを見せかけるよりも、死体の隠蔽が最も効果的であることを私ははっきりと知り得たのだ。 でしかし、死体の隠匿は決して生やさしいことではなかった。殺人行為及び死体隠匿前後の処置もかなり困難なことではあるが、死体隠匿それ自身なかなか容易なことではない。死体を切断して撒き散らす方法はあまりにそれが残忍であるばかりでなく、これまで幾度となく行われて失敗しているのだ。 川や海に投入すれば、いつどこへ漂着するかを恐れねばならぬ。床下に埋めて掘り出された例は数多くある。死体を焼き捨てること、あるいは薬品で処置すること、それらはかえって発見されやすいと同時に、日本の家屋では容易に行えない。要するに、各種の方法を調べれば、 ある特定な事情に対して必ず何かの故障があった近代的探偵術の進歩とことに日本の行き届ける警察組織とはこうした計画を極端に困難ならしめているそして犯罪者はどんなによく計画したつもりでも必ず何かの反責を残すという私は約3ヶ月余りをその思案に過ごしてしまった そして、ついに私を救ってくれたのは、M 市に住んでいるいとこ、住谷健作から来た一通の書面であった。健作の母で私のおばにあたる老婆は、前から腎臓を病んでいたのだが、その頃にわかに重体となり、その年のうちにも危ないという文面であったのだ。その手紙を読むと同時に、 私の頭の中には電光のようにひらめいた素晴らしい計画が浮かんだのだった。そうだこれこそ万全の方法だ私は、そう思ったのである。11日、M 氏に着いた私たち夫妻は、住谷家を訪れる前に、当分滞在予定の適当な宿を求めることにした。 M 市にはその北西に白山という丘があって、そこからは M 市全体が俯瞰できるのだったが、私はぐんぐんとその丘へ登っていった。白山の中腹にある泰山館という旅館を、私は前から頭の中に選定しておいたのだ。M 市の町外れから半利弱、泊まり客の少ない他の人家とは全く孤立した旅館であった。 建物は古び歪んでいた。陰気で不便な旅館。しかもその離れのようになった異室に身を落ち着けたとき、何も知らぬ彼女はさすがに気味悪そうな顔であった。障子の三に指をつけて真っ黒にくっついたほこりを私に見せながら、汚いから宿を変えようと言い出した。私はことさらに優しく次のように言ったのである。 ここは、私にとって思い出の深いところなのだ。窓へ来てごらん。ほら、あの谷の中央に黒ずんだ森が見えるだろうあれは玄明寺というお寺なのだ。左手にあるなだらかな丘から、玄明寺を越してこの城山まで、私は中学時代に散々歩き回ったものなのだ。知っている通り、 私はこの市の中学校を出たのだからね。実際私のこう言ったのはほとんど全部本当である。今では余計にそうであるが、北から南へ、その辺りをゆるく起伏している丘や谷や、城山のふもとから玄明寺の前を通って M 市へ出る曲がりくねった小道など、すべて私には思い出深い土地だった。 12月といえば、その地方ではもう大変に寒い季節で、雑木林は寒々とそよぎ、見る限り高涼たる景色ではあったけれど、私はしばらくの間何事をも忘れて、その凄まじい風物に眺めいった。2日の間に3日ほどおばを見舞ったが、13日の正午、おばが気徳に陥った旨の知らせを受け、 私たちはさすがに大急ぎで隅谷家へ駆けつけた。が言ってみると、おばはすでに意識不明瞭である。痩せさらばえた体には、すでに一脈の世気もなかった。四郎さんが来てくだすった。いとこの検索がこう言っておばの名を呼んだが、おばは返事もしなかった。 看護婦の手にはカンフルの注射灯が冷たく光り、慌ただしい空気がカサカサと部屋部屋を駆け回っていた。そして午後一時、おばはついに名目してしまったのだ。おばが息を引き取ると、しかし私はその夜のお通夜に出ることができなかった。頭痛が激しいと言って、退山間へ引き取らねばならなかった。 葬式がすぐその翌日行われることになったので、私は急に忙しくなったのである。かねての計画は、おばの葬式の前夜に行わねばならない。その用意しては、めったにその機会を与えられなかったのだ。私が住谷家を出ると、聖子もそれに付き従ったのは無論である。彼女だけはお通夜をするのが当然なのに、 彼女は私のそばにいるためには大抵の儀礼を無視して帰り見ぬ女であった。翌日の順序を聞いておいて、私たちはその夕方、泰山館へ帰ってきた。泰山館では離れの部屋を取っておいたことを前に述べたが、それはやはり必要なことであった。雨戸を閉めれば、話し声が母屋へは伝わらない。母屋には、 女中もなしに一人きりで家事を切り盛りしているこの家の主婦と、ぐずな亭主と中風の老人とがいるだけだった。万事私には都合が良く、その世は早く雨戸を閉じてしまった。八時頃主婦が来て床を取っていった。底冷えのする寒さが、そのうちに雪となった。 風が出て雨戸をガタピシと揺すり、粉雪がサラサラとなって雨戸に吹きつけられた。雪だね。明日は道が難儀だよ。床へ入りしなに、私はそんなことを言ったものだ。4。1時間。 二時間、私は床の中で目を開いていた。聖子は例にないその日の私の優しさを喜んだのであろう。はじめは容易に眠りにつかず私をひどく困らせたけれど、しかしやがてぐっすりと眠った。ぴったりと私に寄り添って、空空と軽い,いびきをかき始めた。母屋も,も寝てしまったらしく風の音しか聞こえなくなった時、 私は、ついに身を起こした。聖子の細紐を手にし、そーっと胸の上へ踏みまたがった。紐を首に回すと、次には力を入れるばかりであった。が、手首にぐっと力を入れようとして、私は極んと身を引いた。激しい旋律が全身を駆け回った。 聖子が、ぽかりと目を開いたのだ。私はあの時の心持ちをどう言い表していいかよく知らない。聖子は最初のうちいぶかしげに私の顔を見守って、それからまぶたを周回に歪めた。唇が何かを求める格好にすぼめられ、目尻から鼻の両側へかけて不思議なこびと笑いとが浮かべられた。 愚かにも彼女は私の行為を誤解したのだ。ふ走り、見走り、水のようなものが私の背骨を走り下ると、私は冷然として言った。聖子、お前を、締め殺すぞ。が、彼女はまだそれを信じようともしなかった。 生々しい白い二本の腕を出し、それを広げて私の首をかき開こうとした。悪魔なめくじ締め殺すぞ二度目に言うと、聖子はようやくはっとした顔になった。口をあっと開き、目がギラギラと輝いた。 方の筋肉が怪しく引きつった。瞬時の間、凍りついたような睨み合いがあった。そして私は、精一杯の力を込めて、紐を引いた。それから後は何があったか。激しい労力が数分間、ねじり合い、絡み合った。 気がついたとき私はぐったりとした成功を膝の上へ乗せていた。ひどく重かった。グんとつくとセメント袋のたるんだようにつるずると膝から滑り落ちた。腕が足が伸び放題に伸びていた。暗い転灯が その皮膚を怪しく照らしていた。意外に持ちおもりのする聖子の死体を肩にして私がそっと宿を抜け出したのは、それから三四十分の後である。雪が降っていて足跡のつく恐れはなかった。城山の険しい傾斜を降りるとだらだらした坂になる。私の足は玄明寺の墓地へ向けられた。 玄明寺にはおばの墓があった。聖子には決してそのことを知らせなかったけれど、そこには住谷家代々の墓があった。私は、その墓を死体陰徳の場所と定めたのだ。住谷家では仮装を嫌って土装にすることになっていた。墓穴は葬式の前日に掘られるのが常である。 おばの意外が収められるその穴へ、私は前もって聖子を密かに埋めようと思いついたのだ。この辺りの習慣で穴は必要以上に深く掘られる。聖子を埋めた後、その上に缶がしずしずと下ろされて、やがて土が被せられれば、聖子は完全に地上から消滅するのだ。 ただそれだけのことであるが、それを私は苦心して思いついたのであった。墓地の位置はあらかじめ調べておいた。赤いレンガで築いた半減形の仮葬場もあったが、その横を抜けるとすぐに墓地である。入り口にはクリンの塔があり、松の木が雪を白く被っていた。 松の木から三つ目の墓が住谷家の墓だった。石碑の列を前にして、勘を収むべき穴は、果たして深く掘られていた。私は躊躇なく聖子の死体をどさりと中へ投げ込んだ。用意してきたショベルを腰から抜き取ると、穴の周囲に盛り上げた土と雪とをバラバラと落とし始めた。 頃を見て縄を伝って穴の底へ降りた。懐中電灯を照らしては死体の見えないように地ならしをし、そしてまた穴から這い出してきた。これで全ては完全になされたわけである。雪があまり多く降ると穴の中が浅くなりすぎ、いざ缶を下ろす時になってもう一度底をさらおうとするような危険もあったが、 M 市では一尺以下の雪はめったにない。大抵五六寸止まりである。私は安心して墓地を離れた。雪の中を宿へ帰り、衣服へ着いた土やその他のものを始末すると、私はほっとしてタバコに火をつけた。ポカリポカリ煙を吐いていると、ひどくのんきになってきた。 歌を歌いたいような気分であった。今やってきた鬼のような所業がまるで夢のように思えたり、何かしらけしからずうまいことをしてのけたような嬉しさで、誰かにそれを話してみたくてたまらなくなった。どこを見ても聖子はいなかった。部屋はガランと広かった。あ、 は、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 は。私は思わず狂気のように笑ったが、その笑い声は声にしてみると突然跳ね返ってきた。硬いものにぶつかったようにカチンと跳ね返ってきた。まだまだそれほど安心してはならぬことに気づいたのだ。聖子が行方不明になったことを、そうだ。 よほどうまくやらなきゃならないぞそう思って気を転換させるために窓を開けると雪はいつしか止んでいた宿へ帰り着いてからたった1時間ほどしか経っていなかったが雪が晴れて山の葉に高原特有の冬の月がかかっている雪に覆われた丘や森や遠く M 市の柳が 雪のように広がっていた。雪は、六寸ほど降って、やんだのだった。五。翌十四日朝、私は洗面に行くとすぐに言った。お母さん、家内がいませんがね、知りませんか 主婦は知らないと答えた。はてな。私はつぶやくように言った。すると、ゆうべのうちに行ったのかな。えどちらへ主婦は畑の上で背中をかきながら言った。いやね、ゆうべおつやへ行かなくちゃ悪いと言ったんだが、 私が眠ってしまうとそっと抜け出して行ったのだろう。さようでございますか。まあ、どうもねえ。朝飯を済ますと宿を出た。玄明寺の墓地へもう一度行ってみたい衝動に駆られたが、それは過労時で抑えることができた。寺の前を少し急ぎ足になって通り過ぎた。おや、お一人 住谷家へ行くと、いとこ検索のサ君がまずこう聞いた。東京から行った聖子が女たちの目を鋭く寄せ集めていたことは十分に見抜いておいたし、私は少しも驚かなかった。お通夜に来ていたはずだが、私は知らばっくれて答えた。いえー、見ませんでしたよ。 せめておせいさんだけは来てくださると思って心待ちしていたんですけれどね。ねの字に力を入れて、サイくんは嫌みまじりに行った。いや、来たはずですよ。ごたごたしていたのでわからなかったのじゃないですか私は宿の主婦に行ったと同じ言葉を繰り返した。いとこのサイくんはどうしてもそれを認めなかったが、 そのうちに混雑してきてうやむやになってしまった不審がってくれるありがた迷惑な人もあったがまあまあ何かの行き違いだろうということになった出棺は午後4時の予定であったのを雪で道が悪くなっているというので2時間ほど繰り上げた玄明寺へ着いたのが2時40分ごろ墓へ繰り込む前へそこの本堂で簡単な式があった 式の次第は省略するが、その間私は四季の進行が歯がゆいような、または式がいつまでも続けばよいというような矛盾した気持ちで席に座っていた。度胸がむやみに長々しく、またひどく簡単に思われた。非常に美男の黒い衣に包まれた若い層が、 式の終わり際に趣味団の階段を踏み滑らして騒然たる物音を立てたが、それがひどく私を腹立たせた。そうは頭を垂れて席に戻った。式が終わると大部分の階層者は帰って行った。勘に沿って墓まで行くのは、謹慎とその他特別に親しい人ばかりである。仮装場を右にして列はわびしく墓地へ進められた。 溶け残った雪がパサリパサリと音を立てて木々の小杖から落ちていた私にとっては最も大切なる時であったが私は初めのうち極めて冷静な態度を保ち得た何気ない体でしかし誰よりも先に墓穴の縁に近づきそっと中を見下ろしてみた穴の中は薄暗かったが それでも、そこの雪でよく見えた。聖子の死体は完全にない。すべてが予定のごとくである。ほっと安心して下がろうとすると、つぶやくような声が聞こえた。はてな。これは変だぞ。見ると、がっしりした体格の紳士であった。後に聞いたところによれば、 それは m 氏で弁護士をしていたタワラガンという男であるが、彼は私同様に穴を覗き込んでいた。どうかしましたか何が変ですかえタワラは顔を上げて私の目を見たが、穴の中へ再び視線を落とした。何、大したことではありません。が、やはり変だな。 タワラという男は一種の狂人であった。つまらぬことまで意味やりげに見る妙な癖を持ち、こういったきり容易にそこを離れなかった。さあ、さあ、どいたどいた。勘を下ろすのだ。一人の老人がこう言ってタワラを押しのけようとしたが、タワラは執念深く動かなかった。タワラさん ちょっとどいてください。ああ、いや。俵は残念そうに身を引きながら言った。この穴はいつ掘ったのですか昨日の午後を掘り上げたので、その時にわしがちょっと見分に来ました。だとすれば、どうも変ですね。俵はまたしても穴の中を覗くのだった。 どうしてです何かありますかなご覧なさい。穴の中にバカにたくさん雪があるじゃありませんかうべ雪が降ったのだから当たり前じゃありませんか穴には蓋がしてありませんからな。はははは。そはそうですね。いや、もちろんこれは大したことではありませんが、 夢は風がひどかったでしょう。らよ、その通りでしたな。老人はモテヤましたという顔であった。ですから風があったのだから、穴へは雪がまっすぐに降り込めない。どっちかの側にうんと積もり、一方には丸っきり積もらないのが本当です。それが、ああして一面平らになっていますよ。 私はドキンとしたが、老人はあざけるように言った。田原さん、何をおっしゃるのだそうなっていたから、坊主がそこを鳴らしてくれたのでしょう。おいお前、そうだろう。坊主は最後に墓を埋めるべく、人々の後ろにぬっと立っていたが、存在な口調で答えた。そんなことはしやしねえ。 昨日の日暮れ型に掘り上げたまんまだぞ勘はすでにその場へ担ぎ込まれていたし回送車の間からは不平の声がブツブツと湧いてきたそして私は黙ってこそ折れがんをぶちのめしてやりたいような心持ちであった不必要な会話が一刻でも早く終わるのを待ち望みいらいらしい気分であったしかしデイチ こら、確かに二尺型浅くなってやがる。それは少し低能な坊主だったが、その坊主が人々の間からのっそりと現れこう言ったからは、その場の空気が急激に悪い方へ傾いていった。勘を下ろすというような場合に、こうしたちょっとした言いがかりはひどく不吉に見えるものなのだ。俵の言葉や坊主のそれが、 不思議な力で人々を圧迫し、坊主が穴の底を調べてみると言い出しても、誰一人はっきりした反対を申し立てなかった。坊主は汚れたロップを持ってきて、欅の根元に結びつけてしまった。気の迷いだよ。そんなことがあるものか。私の背後でそんなつぶやき声がしたけれど、 はばかるように媚びを濁らして、下打ちだけが高く聞こえた。六。逃げ出そうか。私は最初そう思った。が、それは余計悪いことに気がついた。そしてまた、 聖子の死体が掘り出されたところで私が犯人だという証拠はない。そうも思ってわずかに安心した。私と俵とは穴を隔てて向かい合っていた。一歩でも動けば直ちに疑われるぞ。そんな気がして立ちすくんでいた。やがて坊主はロップを頼ってそろそろと墓穴へ降りていったが、 たちまち異様な叫び声を立てた。よろよろとよろめいている。彼の足がそこへ届くか届かないかに、おそらく彼の足は死体の関節をでも踏みつけたのであろう。ポキッという不気味な音とともに、雪の中から一本の足がニュッと突き出たのだ。穴を覗いていたいくつもの顔は、あっと一様に背けられ、 また再び、前よりもしんしんと覗き込まれた。どやどやと人々が集まった。瞬間、不気味なる沈黙があった。間を置いて、タワラの声が高橋った。雪をかきのけろもっと掘るんだ坊主は腹ばいのような格好になり、雪を注意して駆け抜け始めた。 坊主の体が邪魔になって私にはよく見えなかったが黒っぽい着物や青い皮膚などがかすかに見えた手や胸や顔などがだんだんに現れていくらしかった物乞いか誰ともなく言った物乞いじゃんねえが坊主は怪しい笑いを含ませて答えた 男か女かへえへへへへ。女だぞ奇妙にみんなが押しまっていると、続いてまた坊主の声が響いてきた。女だが、へへへへへ。首から上だけ男だぜ。くりくり坊主の男だぞ何 なんと言う私は思わず口を差し挟んでしまった。聖子がクリクリ坊主になっている。こんなバカなことがあるであろうか。そんなはずはない。危うく口から出かかったその言葉を抑えて、私は棒のように立ち尽くした。みんなわからねえじちゃう。 そんなに穴の縁へ顔を出しちゃ暗くって分からねえっちゃう。坊主がまた言った。どこかに怪我をしているか傷はないか俵が尋ねた。分からねえ。せめえところで動けねえ。誰かここへ来てくれろ。穴から出さねえことにはまるで方がつかねえぞ。 タワラはぐるっと人々の顔を見回したが、美男の弱層に目を留めると、もう一人寺男を呼んできてくれるように頼んだ。改装車中、白無垢の夫人たちに立ち混じり、黒衣の裾を長く垂らしていたその層は、青い顔をして寺の方へ立ち去った。小柄の寺男が来て、坊主と二人で死体を担ぎ出したとき、さすがに私はすぐにはそこへ行かれなかった。 不思議にも罪の発覚に対する考慮は消え失せて、ただ恐怖それのみであった。いつの間にか人々の群れを抜けて、墓の片隅に佇んでいた。アマだ本当にアだなるほどクリクリボォズだそれらの声が聞こえてきても、私は足を釘付けにして動かなかった。 がそのうちに、愕然として我を取り返した。罪の意識が私を呼び覚ましたのだ。人々を押し分けてみて、私はしかし、のけぞるばかりに驚かされた。ああ、なんとそれは、真実の二層であったのだ。一部ほど伸びた髪の毛には泥と雪とがわずかについていたが、そして、 手足やはだけられた顔は明らかに女であったが、それは数図を手に持ち、略式の総意を身にまどった、一人の年若い二層であったのだ。顎を引いた顔は色こそ青ざめていたけれど、彫像のような純粋さを持っていた。眉は細く、唇は小さい。頬から鼻へかけて、高貴なる曲線がなだらかに張っていた。 明らかに集会なる聖子ではない。私は傍然としてその死体を見守った。このお尼さんを君は知らないかタワラは寺男に尋ねたが、寺男は知らなかった。例の弱層も答えられなかった。そして、回層者中誰一人それを知る者がない。 やむなく死体は一時そのままにして警察へ人が走らされた。M 警察署から署長以下数名の警官、M 地方裁判所から余震判事及び検事ら、それらの人々が慌ただしく玄明寺の墓地へ駆けつけてきたのは、それから1時間ほどのちである。いとこの検索はじめ親戚縁者はひどく迷惑であったに違いないが、しかしやむを得ないところであった。 例の墓穴はそのままとし、大急ぎで掘られた別の穴に、日のとっぷりくれる頃、おばの亡骸は下ろされた。そしてその間、墓穴と死体とは警察の手によって取り囲まれ、しきりに調査が続けられた。聖子の死体がまだその下にありはしないか。そんなことも考えられたけれど、墓穴からは二層の死体以外に何も出なかった。 聖子の死体は完全に紛失し、その代わりに二層が埋められていたのである。私にとっては、あまりに意外なることの推移であったのだ。所長や検事や、何かひそひそと囁く様子で、私はどんなにしてでも聞き取りたかったけれど、到底かなわぬ望みであった。わずかに俵ガンが、 死因は考察であるらしいことを聞き出してきたに過ぎなかった。考察といえば、聖子と同じである。私は、ぶるっと身を震わした。七。泰山館へ帰ってから翌日の夕方まで、私の頭はあらゆる苦悶を味わった。 もろもろの疑惑、もろもろの不安。それが脳みそをくわっとかき回していた。聖子の死体と二層のそれと、いつどうして入れ替えられたか。二層を投げ込んだ奴は、きっと私のしたことを見たに違いない。そうすれば、私は早晩捕獲されるのだ。 いやいや、そやつも殺人罪を犯している。うかつには口を開けまいが、一体、そやつは誰なのだ。で、15日の午後4時頃まで、私は退山官の一室に閉じこもっていたが、そのうちに気が気でなくなり、M 警察署へ出頭して、聖子が13日の夜以来、どこにも姿を見せなくなったと届けておいた。 二層の写真を見せてくれて、これではあるまいねと言われたが、私はともかく違う胸を答えておいた。聖子の死体がいつどこから現れるかもしれないのである。うかつなことは言えなかった。積谷家へ立ち寄って夕飯を呼ばれ、宿へ帰ろうとすると日がすっかり暮れていた。いてついた道を、私は城山へ向かって歩きでした。 MC を出外れると月が出た城山が真っ白に横たわっていた玄明寺の門の前まで来た時であるが私はあの時の現象を非常に不思議に思っている死者の霊魂と聖者との間にも心理学に言われるところのテレパシーあるいは精神観能のあることが信ぜられるなら私はそれを信じたい 科学で説明されうるだけの真理が真理であり、説明しえざる真実は真実でないということは、あまりにも凶悪なる科学者の頭脳である。あの時の現象を、私は精神観能の実例として挙げたいのだ。三門の前まで来た私は、あたかも引っ張り込まれるように玄明寺の境内へ入ってしまった。何が私をそうさせたか。 それこそ精神観能というより他には説明の仕方がない。私は、見えざる霊魂に呼び寄せられたのであった。何分の後であったか、私は本堂の横手から一つの国営が、衣をまとって、しかし靴を履いた異様な国営が、月に照らされた庭へぽっかり浮かび出たのを見た。スルスルと動いて山門へ行き、 音も低くその三本へ登ってしまった。私は再び無誘病者のように、しかも靴すら脱ぎ捨ててその後に従った。口古びた三本の籠上は月ではっきり陰影がつけられていた。そっと見ると例の美男の弱層が立っている。足元には黒いものが横たわっていたが、私は あやうく声を立てようとした。手があり、首がある。言うまでもなく、それは聖子の死体であった。そうは、放心したようにそれを見下ろしていた。しばらくの後、私は雪の中を這うようにしていた。その場を見届けて山門を降りると、間もなく例の弱草が、 黒い大きな包みを背負い、静かに庭へ降り立ったのである。私はそれを追跡し始めた。餅の横手を過ぎると、一面の桑畑であった。僧は道のないところをふらふらと歩いていく。私はなるべく道の方を、時には土手の中腹を見え隠れについていった。積もったままの雪の上へ出ると、バリバリと音がして、 表面の固い雪が破られた。大山間のほかげを避けてか、僧は途中から右に逸れた。雑木林があり、窪地があった。窪地に頭が没したかと思うと、じきに向こうの丘へ姿を現した。葉の落ちた雑木林を半分回って、僧はぴたりと立ち止まった。私は、 雪の上へ腹をつけて寝てしまった。あらゆる細心の注意は私をして次第に層へ近づかしめた。長い時間を費やして私は雑木林を反対の側から回っていった。身を隠す者が亡くなった時むっくり身を起こすと向こうでは雪の上に座っていたのをはっと立ち上がろうとした。 待ちなさい私は素早く走って層を捕まえた。彼はヘタヘタと雪の上へ崩れた。死体を通した私は言ったが、そのすぐそばに雪が小高くなっていた。聖子の死体が埋められているのだった。私は声を低くして言った。私は警察のものではない。 君と同じように、人殺しをしたのだ。っ <laughs> 彼は私の顔を穴の枠くほど見つめたが、やがて恐怖の色が消え去ると、ああ、それはなんと美しき若者であったろう。夢見るような瞳、艶のない青み、月光を浴びて、その顔は透き通る清らかさを漂わしていた。 私は、鶏心を殺しました。あなたが、この女の人を殺したのですか彼は静かに言ったのである。私たちは、雪の上に座して、不思議な会話を取り交わし始めた。8 私は、石巻正体というのです。美男の弱層正体が語ったのを、私はここにそのままに記録する。それは次のごとくであった。私が生まれたのは、もっともっと雪の深い国でした。幼い時にそこから連れ出されたので、どこの国だったかわかりません。 山や川の形さえ、はっきりとは覚えていないのです。私は全く物心のつかない頃、妹の啓心。そうです。あれは、私の二つ違いの妹なのです。が、その啓心とともに、父に連れられて旅に出ました。父はたくさんの金を持っていたと見え、 ずいぶん方を見物したことを覚えています。私たちが寺へ入ったのは、私が10歳の時でした。ええ。父には、その時別れたきり、一度も会ってはおりません。生きているか、死んだのか、それさえ分かってはおりません。で、京神は、私が13になった時、京都のある天寺へ連れて行かれ、 私はその後学校に入り、一心に勉学を続けました。今はもう学校を卒業しましたが、研究はまだこれからだと思っておりました。玄明寺へも実は一月ほど前から研究のために来ているので、お手伝いのから、この MC の古典を調べていたのです。ところが、10日頃のことでした。 私は京都にいるはずの京神から一通の手紙を受け取りました。考えてみると、あれが京都へ行ってからもう十年にもなりますが、その間二度ほどしか会っていません。それだから手紙は大変嬉しく思いましたが、見ると何か容易ならぬことでも起こったらしい文面でした。そして13日の夜、 MC へ行くからということが書いてあるのです。心配なような、楽しいような、妙な気持ちで13日を待ちました。13日の夜、私は警信を停車場へ迎えましたが、どうしたのか、普通の婦人の着るようなコートを着、耳隠しとかいうカツラをかぶり、まるで俗へ帰ったような風采で汽車から降りてきて、 私の肩をそっと叩いたものでした。訳は後で話すから、人目に触れないように連れて行ってくれというので、私は苦心して、京神を元明寺へ連れてきました。私の部屋へその夜京神が入ったことは、まだ誰にも知られていないのです。京神が部屋へ入ってコートを脱ぐと、下は喪服でした。 そして、声を忍んで泣くのです。手袋を脱いで左手の甲を見せましたが、無論私には何のことかわかりません。すると、京神は、そこにあった霜焼けのような腫れ物を指し示して、これは、雷病の兆候だと言いました。京神の説明によると、その腫れ物から雷病だということが知れたのでした。 大阪の先生に見てもらい、その他四五人の医師に見てもらったのですが、診断はどれも同じでした。そしてしかも、京神は妊娠しているのです。恋人は京都の学生だとか言いますが、どうしてもその名を明かしません。聞いた時の私の心をお察しください。父が私たちを寺に入れたわけや、 行方不明になってしまったわけもよくわかりました。私たちは、生まれながらに悲しい運命を背負っていたのです。さて、京神と話している間に、私は京神が自殺を決心しているのを見抜きました。京神もそれを打ち明けました。世間へは知れぬように死んでしまいたい。 恋人にこんな体だったことを知られぬように死んでしまいたい。そういうのです。私はお墓の棺の下へ埋めたらと、ふと思いつきました。心を鬼にして京神の自殺を手伝い、住谷家の墓へその死体を運んだのですが、どうでしょう。そこにはもう別の死体があるではありませんか。 ええ、今聞いて分かったのですが、私はその死体を山門へ運び、京神の死体をそこへ埋めました。京神の死体こそ誰に至って見せるものか。そう思ったのです。二つの死体を一緒に埋めては穴が浅くなりすぎると考えたわけですが、それがあんなことになってしまって、 タワラさんという人を私はどんなに恨めしく思います。そして、この死体はまさかあなたの奥様だとは思いませんでしたが、なるべく長く人目につかぬところをと思ってこんなところまで運んだのです。許して、くださいますか正体の物語を聞いて、私は引き入れられるような心持ちになった。 私の残忍なる行動に比して、彼の心持ちがどんなに同情すべきものであるか、私はそれをことさらに言わぬ方が良いであろう。私もまたすべての事情を打ち明けて話した後、服の雪を払いながら言った。しかし、君は注意しなくちゃいけませんよ。私はまだ当分大丈夫と思うけれど、 君の方は死体が発見されているのだから。ええ。お互いに黙っていましょうね。彼は寂しい微笑を浮かべて、そう答えたのであった。九二日の後、それは珍しく暖かい日であったが、 私は突然、M 地方裁判所の検事証書へ呼び出された。何のために呼び出されたのかわからなかったので大きな不安を感じたが、それは聖子のことに関していた。そして検事は言った。あなたの奥さんは行方不明になられたそうですが、その前後の様子は警察へ届けられた時の通りですかそうです。 私は度胸を決めて答えた。午後8時ごろ床について、その時お通夜に行かなくては悪いという話をし、翌朝目が覚めると姿がなかった。その通りです。しかるに、住谷家の方へは少しも顔を出さなかったというのですね。誰に聞いてみても同じ返事でした。 住谷家へ行くには、どの道を通ったのでしょうか玄明寺の前の道だと思います。すると、ケンは満足そうに頭を下げた。いや、どうも、うるさいことをお尋ねしました。実は、城山の下に女の考察死体が発見されまして、それが、着物の柄といい、見たけといい、あなたの奥さんに違いないのです。 <laughs> そのように驚かれると思いましたので、ちょっと考えることもあり、前もって今のようなことをお尋ねしたのです。お気の毒なことをいたしましたが、しかし、きに犯人は上がりましょう。私は愕然として言葉もなかったが、それからすぐに死体を見せられた。私は聖子の死体を三度見たわけである。 あるいは三度引き寄せられたとも言える。死んでまで、彼女は執念深く私につきまとっていた。死体を見て帰ろうとすると、検事は私の肩を軽く叩いた。事件はちょっと変わっていますがね。時期に肩がつきますよ。意味ありげなその言葉を耳の底に残して、私は、 逃げるように退山官へ帰った。殺人、死体隠徳、及び息という罪名で石巻正体が余震に起訴されたのは、その翌日である。私が検事に会った時、すでに正体は交流されていた。私はそれを知らなかったのだが、警察の活動は実に敏滑だった。 そして事件はそれ以来、下にも驚くべき速さで意外な方向へ推移したのであった。まず第一に、慶心と正体とが兄弟であることがすぐに知れた。全国の甘寺を調査して慶心の身元が判明し、続いて正体という兄のあること。兄が元明寺に来ていることがたちまちわかり、正体は即刻降印されてしまった。第二に、 聖子の死体が案外早く発見された。漁師が発見したとのことであるが、前述のようなありさまで私には少しも嫌疑がかからず、正体の方へそれがかかっていった。同様な考察であったし、それに死体の遺棄されていた場所から玄明寺までの間に足跡があった。私があそこから大山間へ帰った足跡は偶然にも雪の溶けた。 しかも芝生のところが多かったと見えて誰にもそれと知られなかったが、正体は道のないところを多く歩いた。桑畑などを余計に歩いた。ことに死体を捨ててしまうまで、正体は二人分の体重を足に支えていた。飛び飛びではあるが、正体の履いていた学生靴にぴったり合う足跡が、大体一続きになって発見されたのであった。第三に、 正体は、婚姻されたその日のうちに、すっかり覚悟を決めてしまった。さすがに来病のことは言わなかったが、啓心殺害をすぐに自白した。妹が僧の身の上で妊娠し、しかも恋人の名さえ知らぬ様子なので、激怒のあまり殺してしまった、と自白した。亡き妹啓心にとっては、 兄の心づくしがよく伝わったことであろう。第四に、正体は、聖子をも殺害したと申し立てた。自ら進んで申し立てた。彼は三門の上で妹を殺したが、その時下を通りかかった聖子に気づかれ、やむを得ず殺してしまった。穴の中へ二人を一緒に埋めなかったのは、 浅くなりすぎて怪しまれるのを恐れたのだ。聖子の方は他人だし、従ってまたその死体がよし人に発見されようとも、自分と全く縁のない人であるだけに自分が疑われることはない。そう考えたのだ、と沈弁した。私の罪までを追うつもりであった。十。 正体の自白から虚偽の告白までを私は約一週間ほどの間に全部知ってしまった。妻の聖子に関する事件だったので割合に早くそれが知れたのである。私はいろいろのことを考えねばならなかった。正体のあまりにも犠牲的友情的行為を私は心苦しく思ったが、行為を無にしたくもなかった。 最初のうち私は、決してこの事実を告白するつもりがなかったのだ。しかしやがて私の心にも変化が起こった。妻の死を聞いて、兄マサロが東京から来てくれたのが12月の末で、私は思いもよらぬ赤爆の感を味わい始めたのである。なめくじのごとく嫌っていた聖子がいなくなったことは、 その当座私をのびのびさせるように思ったが、しかしそれは全く裏切られた。13日の夜の恐ろしい場面。上にまたがった私の顔を見た時の彼女の嬉しげな表情。それが痛ましく思い出された。死の刹那まで私を恋したった彼女の心ね。いいな。 死んでまで私を呼び寄せたがったらしい彼女の愛着。それらを思うと、大然とした悲しみが胸に満ちてきた。彼女も呪われた女であった。そして私も同様であった。そうだ。自首するんだ。食材の一部を果たすために。そうして、 正体兄弟のために、良き道連れとなるために。私はそう決心したのである。そうして糸ごいのために兄に会って告白をした。兄は賛成したが、東京にいる父にも糸ごいをしろと言った。ところが上京すると、兄は私をこの一室に押し込めてしまったのだ。 女房が殺されたので、四郎は気が狂った。とんでもないことを言う。兄は言ったに違いない。そうして今もその言葉を続けているのだ。在合妄想とは、ああ、なんと良き病名であることよ。今や私は、語るべきことを全部語り尽くしたと思う。 百人のうちの一人、千人のうちの一人、あるいは一万人の一人でもよい。私は、私の言を信じてくれる人が欲しいのだ。書き終わった今では何より気にかかるのがそれである。繰り返して言う。私は決して狂人ではない。誰が何と言おうとも、 私は、冷静なる、星四郎なのだ。